2022年、魔女めぐみ的、マイベストコスメ、下地、ファンデーション編。まず、リピ買い確定。これだけはもう手放せないっていうファンデーションが、こちらクレードポーボーテ、タンクッションエクラナチュレル。私はオークル20。ちたなくてごーめーん 破っちゃっててごめん。これね、ネット上になってて、出てこなくなったらこう、破ってあげると、周りについてるので、破ることをおすすめします。何の話とにかく、ポー様のこのクッションファンデは本当にいい。めちゃくちゃいい。もう美容クリームを塗ってる感覚で、全く旗が疲れない。 化粧落としてからも肌がツルツルで大人女子には本当に買える人なら買ってほしいみんな全員買ってほしい一オシファンデーションですデパコスなんて買えませんそんな人のためにはこちらエクセルこちらがスキンキントセラムファンデーションこちらがミルキーフィットフルイドっていうどちらもファンデーションです これはこんなテクスチャーみずみずしいねこちらはちょい固めだけどこっちもみずみずしいどちらも長時間崩れないし乾燥肌さんにはもってこいの潤いのファンデーションです税抜き価格で1800円と1900円でお買い得です下地部門はこの2つ これもエクセルね。こちら、ラスティングタッチベースエッセンスモイスト。こっちが、エクセルグロールミナイザーピンクグロー。こちらのグロールミナイザーのピンクは、このコスデコの、この下地に、バズった下地にそっくり。こちらのラスティングタッチベースエッセンスモイストは、乾燥崩れをする人、 に D、潤う下地ですこれがグロールミナイザーの方ちょっと光るねでこっちがエッセンスモイストの方でみずみずしいどちらもみずみずしいで最後にやはりこの下地ハーバーツルツルマットベース部分用下地毛穴が開いてる部分にだけこれで埋めてあげると フラットな綺麗な肌になります。もうこれは散々言っているからわかるよね。もうね、ということ